はい、おはようございます。エスペキです。2023年2月の24日金曜日ですね。はい、祝日と土曜日に挟まれた平日です。今ね、ここは駐車場見えてるけど、まあね、まあ人はそこそこですね。ということで、はい、こちらまだね、全然ね、見えないね、こうさ、あの所管別だよね、所管別だけスキー場来ました。はい、所属してるあの、マシゲ、あの増毛っていう字を書いて、あの増毛と読まないねところです。マシゲだった気がする、うん、はい、マシゲ町ですね。はい、になってます。コンパクトにまとまってていいですね。市街地からも近かったです。うん、目の前にそこそこ速そうなペアリストが動いてて、でベースはこうやってね、あの一通りここにもう固まってるみたいですね。ここはね、アッセシアが入ってます。はい、ピッセンブールレーさんですね。うん、ちょっと年季入ってます。でこっちもなんかもう一個ぐらい入りそうな感じですね。なんかあの牛舎小屋みたいな形してるけど、まあこれは多分ね、この北海道の道北エリアのね、建物のあれなんでしょう、あの雪が落ちるようにってあれですね。はい、リフト券購入はどういうことですればいいのかな。こうした中、ウクライナの首都キーウの近くは、とりあえずここは、ロシアの所管、所管スキーハウスって書いてあります。休憩所かな、かな、ちょっとわからないです。そこの外にあるのは多分トイレかなって感じですね。というわけでね、ここでしょ、うん、所管別だけスキー場ロッジ、ここがね、あのこのスキー場のセンターハウスの役目を果たしていると思われます。よし、そうですね、リフト券の売り場とかありますね。とりあえず飯を見ていきましょう。はい、飯を眺めていきます。なんか結構ね、コース外のね、注意がね、多いですね。うん、はい、まあまあまあ、味はね、うん、まあ600円のカレーと400円のカクサバだね。すごいですね、1回券がね、普通のリフト券とね、あの普通のリフト券と、ね、同じサイズある、うん、しかもピンクでね、超目立つね。とりあえずね、乗っていきましょう。あ、ちなみにね、1回券ね、こういうね、サイズの方がね、個人的に扱いやすいからね、いいと思いますね。よし、またこういうね、わけわかんないの作るから、ほらかーん、はい、パラレルの鐘です。いいね、どうなんですかね、この後ろに海映ってますか、ちゃんと。はい、じゃあ大事でしたから連絡コース出てきます。連絡コースで、連絡リストの途中まで第2リストまででした。
はい、じゃあダイナミックコースやっていきます。目の前が真っ暗なのすごいですね。あれが初間別だけだからなんですかね。以上がダイナミックコースです。はい、じゃあ初間別スピードのチャレンジコース、ここのステップですね、滑っていこうと思います。気持ち的に大丈夫かな、いけるかな、ちょっと微妙ですけど、行きましょう。戦い、さあどうかな。今のがチャレンジコースでした。ザンパウでもね、柔らかいから楽しめるね。よし、さっきがちょうど滑り始める頃に、ね、雲かかるんだよね。というわけで、よし、ジャイアントコースを滑ってそのまま連絡コースの下部下っていこうと思います。よし、じゃあ行きます。ジャイアントコースどっちの方だ。ジャイアントコースどこだ？あ、こちら側のコースはね、ボーダーは来ない方がいいですね。はい、地獄になります。いやね、こんな迂回させられるとはね。なんかそこにコースマップの後のコースマップあるけど、何ここ、何ここ、合ってるこのコース。あれ、なんか違くない、なんか違くない、ここ。え、ここに出てきちゃったよ、嘘でしょ。
え、マジで？そんなことある？というわけで、どうしようどうしようどうしようって感じだけど、マジで？じゃあね、戻るも心折れそうだな。でね、よくわかんない謎のコースをぶって第一ルートの上来てやった。マジかよ、マジかよって感じですね。ちょっと勝手に考えます。第二ルートオリバーからなんかスーッとなんかここ来ちゃって第一ルートのオリバーまでなんか繋がってましたということで、こっち来ちゃったんで、もう今日はね諦めます。はい、シーガルコースを気持ちよく滑って今日は終わろうと思います。よっしゃ、だけどこの第一ルートのシーガルコース行きます。横になんかスノーボードコースってのがあるようなないようななんで、ちょっとそこがあるかだけ行ってきます。はい、以上がシーガルコースでした。よし、じゃあこの駐車場戻ろうと思うので、この辺で動画止めようと思います。じゃん。はい、という感じで初間別だけスキー場連れてきました。ライジリストの、まあ、ここから駐車場に下っていこうと思います。はい、あのね、まあ最初に建物とか食べたからいいよね。ゲレシュカはね、まあ安い軽食が食べれます。うん、あんまりね、ガツガツとね、利益を取りに行く感じじゃないね。まあ、コスパがいいというね、ちょっと微妙なんだけど、とにかくね、財布にね、痛くないね、ゲレ食食べるんだったね。うん。あまりね、美食とかね、贅沢言わないんだったら、そんで問題ないと思います。で、問題、ここのすごいとこね、この雪質と圧雪の整備を、パーフェクトで超気持ちいい。そして、見た時ガラッガラだから、この気持ちいい晩をさ、いやね、独占状態ずっと滑れる、最高だね。ここさ、また来よう。うん、もうちょっとね、じっくり時間取れるときね、1日券とかでね、ちゃんと滑ろうと、ね、思いましたね。うん、いや本当にここの気持ちいいよ。あんまりね、硬いバチバチのね、雪、板じゃない方がいいと思います。フリー系の板とかね、まあ、オールマウンテン系の板とか、こういうね、ちょっとね、好きだったら、こういうね、ちょっと太めの板ですね。うん、こういう系の板でね、気持ちよくクルージングかますとね、あれカービンかますとね、ここ最高だわ。うん、いやね、あとね、どのくらいね、スキー場として認めてるかちょっと確認してないけど、端パウねとかもね、結構ね楽しみですね。うん、ね、ちょっとねコースショットカットする感じね。はい、いやね、本当ね、雪強かったです。正直ね、ここはね、もう予想外も予想外ですね。うん、もしかしたらね、数日前の天気の時も雨食らわなかったのかもしれないですね。ここまでね、雪すいとね、ちょっと感動するね。たまんないね。さすがね、道北より北海道北部ですねっていう感じのね、イメージを持ちました。はい、そんな感じでね、いやね、感動に打ちしがいながら、ちょっとまあ再訪問決めたんで、まあ軽く終わっておきましょう。よし、まあこの動画面白かったらいい、参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いします。いや本当ね、初間別ね、いいね、いいね。やっぱり道北はね、別世界だね。うん、よし、じゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。バイバイ。